こんにちは第2部は連日話している私が毒父さんの支配の手口を目撃した時なぜ波動が上がっていたのか振り返ります目撃の2日前に受けたカウンセリングで毒親さんたちに監視されていると思っていたことは間違い監視はされていないと教わりました監視されていなかったという安心感そして解放感で波動が上がっていましたもう一つ理由があります 毒父さんと毒母さんの分離ができたこと今まで両親セットで毒親被害としていましたもちろん母がこれまでしたことは悪いでも一番私に被害を与えていたのは父ということを明確化しました真実の情報は波動が高い何度も何度もカウンセリング音声を聞いて潜在意識に入れる作業をしましたそして 波長の法則で父と母がセットではない出来事を引き寄せたんです YouTube を始めてから潜在意識の書き換え作業に音声学習をしています具体的には最新のカウンセリング音声を繰り返し繰り返し聞く少し前に先生から教わった遊びの時間を作るために隙間学習が必要ということでワイヤレスイヤホンで食事中もずっと聞くようにしています 今回も効果絶大でした。お昼はこれで終わりますね。第3部は夜の7時に来ますね。